次に本庄聡君。立憲民主党の本庄聡です。岡田大臣とは、今日初めて、質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと質問の順番を変えまして、今青柳委員の質問の中で会計検査院について、その検査結果について概要の説明がありました。でその中でですね、重要な指摘があったと私は理解をしています。PFI 事業を選定する際の VFM ガイドライン、要は PFI に見合った事業かどうかを判断する重要な基準、このガイドラインの改定を検討するようにというのが会計検査院の指摘です。内閣府さん、これ、改定、検討されたんでしょうか。大臣、お願いします。委員長。岡田大臣。お答えを申し上げます。令和3年の会計検査院報告においては、各府省等における VFM 算定等の実態を踏まえ、今後 PFI を推進していく上での課題が示されたと認識しております。先ほど会計検査院からの答弁もございました。青柳委員からもこれを重く受け止めるようにと。いうご指摘あり、それはしっかりと受け止めて、今後、努めてまいりたいというふうに思っております。また、この会計検査院報告を受けて、6月に、昨年6月ですね、各府省等及び地方公共団体等に向けて、VFM ガイドラインを踏まえた適切な VFM の算定、事後検証マニュアルを踏まえた適切な事後検証の実施を要請したところであります。今後、各府省等における VFM 評価の改善状況や、事後検証の実施状況の把握等を通じて、より実効性のある PFI 事業の実施環境の整備に努めてまいりたいと存じます。本庄聡君。大臣、質問に答えていただきたいんですが、VFM ガイドラインの見直しをされたのかどうかを聞いてるんですね。その適用について自治体に通知をしたとか、そういうことではありません。変えるか変えないかという話で検討せよというのが検査院からの指摘ですね。いかがでしょうか。内閣府花房室長。これ肝ですからね。お答え申し上げます。昨年の会計検査院報告での検査院所見のうち、割引率への金利情勢の反映、事業者選定時、PSC への競争の効果の反映という評価にかかる所見については、昨年6月に各府省等および地方公共団体等に対して、VFM に関するガイドラインを参考に適切に VFM を算定することを要請したところでございます。これは割引率への金利情勢の反映については、VFM ガイドラインは策定当初から割引率について金利情勢を反映したリスクフリーレートの選定を求めており、こうしたガイドラインの趣旨を踏まえた割引率の選定を各府省等に実行してもらうことができれば、本質的への対応は可能であると認識していたためでございます。また、競争の効果の反映につきましては、VFM ガイドラインは、各入札の競争実態を熟知している各府省等が独自の工夫として、競争の効果を PSC に反映することを禁じておらず、そうしたガイドラインの趣旨がさらに管理者に理解されるよう周知を図れば、本質的への対応は可能であるというふうに認識していたためでございます。今後は通知を踏まえた各府省における VFM 評価の改善状況を含め、PFI 事業の実施状況を鑑みつつ、有識者の意見も聞いた上で、ガイドラインの改定も含めて検討してまいりたいと考えております。本庄君。私の質問に答えないのも問題ですが、会計検査院の指摘に答えてないのはもっと問題じゃないでしょうか。ガイドラインの見直しを検討せよということです。今のところ、少なくとも検討はなされてない、もう1年経ってますよ。1年経って検討すらしてない、議論すらしてないというのは何もやらないと言っているに等しいと思います。会計検査院、今の状況について指摘をした当事者として、どのようにお考えでしょうか。会計検査院、宮川大吾局長。
内閣の方からご答弁ございましたが、会計検査院といたしましては、各府省等が実施する PFI 事業に関しまして、引き続き注視することとしていくこととしております。内閣府の通知を、内閣府の要請を受けまして、各府省等において必要な改善が行われたかにつきましては、国会でのご議論等も踏まえつつ、今後、適切に検査してまいりたいと考えております。本庄君。検査院にもしっかりしていただきたいんですが、自ら指摘したガイドラインの見直しについて、内閣府が1年経っても検討もしてないと、この事実をしっかりと重く受け止めていただいて、次の報告の時には改めてきちっと指摘をしていただきたいというふうに思います。次の質問に移りたいと思います。PFI 推進機構の保有株式の処分権限の延長についてです。PFI のこの推進機構、もともと15年の次元の設立ということで、平成25年、安倍内閣で設立をされています。で、当時の国会答弁なんですけれども、こういうふうに言ってますね。呼び水としての機構だが、15年も経てば、日本のインフラ市場も非常に活性化して、多数の民間のインフラファンドが組成されていることを想定している。日本にインフラファンドが全く育たないというような状況になった時点では、これはおそらく法の目的が全く達せられないということだ。10年前、国会でこういう答弁がなされてます。10年経ちました。民間の資本育ってない。機構の業務を延長したい。これ結局補完的に、補助輪のような趣旨で立ち上げた機構が、結局補助輪が外せないまま10年経ってしまった。こういうことだと思うんですね。この10年間の PFI 政策は失敗だったというふうに総括すべきだと思いますが、岡田大臣、いかがでしょうか。岡田大臣。お答え申し上げます。PFI 推進機構は、インフラ投資市場が成熟して、PFI 事業者が民間金融機関から必要な資金調達を行うことができるようになるまでの次元的な機関として成立されたものであります。これはご指摘のとおりであります。しかしながら現在市場が整備された状態に至っていないという判断、その一因としてインフラ投資市場において商品となり得る収益性のある PFI 事業の数が十分ではないということが挙げられると率直に考えております。このほか、地域経済の中心的な存在である地域金融機関の PFI 事業に関する経験、ノウハウ、人材が不足している、あるいは小規模自治体における実績が少ないといったことも要因と考えております。このため、PFI 機構における民間資金を補完するための出資機能と、PFI 事業に関するノウハウ等を生かしながら、収益性のある事業の掘り起こしを、これまで以上に進めて、市場の形成に寄与してまいりたいと考えております。本庄君。10年間、いろいろやってきたし、少しずつ、市場は拡大しているかもしれないけれども、まだまだ到達点には至ってないということだと思います。で、この今回のですね、5年延長の理由ですけれども、今、委員会の中でも答弁も出てましたけれども、保有株式の処分に5年程度必要だと、あるいは新規の案件形成から融資完了まで5年程度必要だということで、5年延長ということなんですが、今回延長してですね、令和14年度に機構の業務を終了しようと思うと、今から5年後、つまり令和9年度の段階で、また延長するかどうかをこれ、判断しなきゃいけないんですね、5年後に。そうじゃないと10年後に機構が終了してしまいますから、今、議論しているようなことが5年後また起きるわけですが、そこで業務の終了にメドがつくというようなものはあるんでしょうか、今、内閣府や岡田大臣の中で。委員長。岡田大臣。はい。ご答弁申し上げます。先ほども申し上げましたが、この PFI 推進機構については、民間のインフラ投資市場が未成熟である中、民間資金を補完する形で金融支援を行うことなどを目的に、次元的な機関として設立されております。
こうした背景を踏まえて、先ほどもご答弁申し上げましたが、その設置期間については、できる限り抑制的に行うべきであるとも考えております。その上で申し上げれば、機構をどうするかについては、その時々の経済情勢や社会情勢、さらには今後の見通しも踏まえながら、検討、判断する必要がございます。このため、さらなる期間延長するかしないかといった判断は、現時点では、困難であると存じますが、まずは5年間延長した上で、その期間内にできることをしっかりと進めて、この市場を形成し、PFI が、その推進機構が一区切りつけられる状況に達するように、最善の努力を尽くしてまいりたいと思います。本庄君。政府のですね、PFI の今後の重点期間、これ10年間じゃないですか、10年間の重点期間を置いているのに、5年後に判断ができるんでしょうか、この5年と10年の矛盾についてご説明いただきたいんですが。内閣府、花房室長。政府といたしましては、この10年間という目標を定めたところでございますが、そのうち5年間を重点事項期間として定めたところでありまして、まずここの目標、この5年間を見据えて、集中的にやっていくということで、今、この機構についても、それを考慮して、延長期限を設定したところでございます。本庄君。政府のアクションプランでは、令和4年度から13年度までの10年間の目標30兆円ですね。先ほどから質疑の中でも出てます。この30兆円という数字は、機構の業務終了の基準や目安にはなるんでしょうか。内閣花房室長。お答えいたします。 PPP PFI 推進にかかる官民で共有すべき目標として、令和4年度から10年間の事業規模を30兆円と設定をしているところでございます。この目標を見据えながら、今後スタジアムアリーナや文化教育施設といった新たな分野領域における PFI 事業の活用の拡大など集中的に取り組むこととしております。その単に目標を達成するだけではなくて、効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実現するとともに、新たな雇用や投資を伴う民間ビジネス機会を創出してまいりたいというふうに考えております。なお、この30兆円の目標というのは、その機構の解散等を位置づける、失礼します、機構の解散の基準を意味するものではございません。本庄君。そうすると、一体どういう状況になったら、この機構の業務は終了して解散するんですかね。これ、市場にとってもですね、予見可能性、非常に重要だというふうに思うんですね。やっぱり一定の目安や方向性、それをきちっと議論して示すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。委員長。岡田大臣。お答え申し上げます。どうなった場合に、機構はその役割を終えるのかと。いうお尋ねでございますが、これは民間金融機関から PFI 事業者に対してリスクマネーが円滑に提供され、機構の出融資機能に頼らずとも自律的に案件の形成が進む状況になれば、機構はその役割を終えることができると考えております。そしてそのメルクマールについては、これはさらに検討を進めて、この機構がどうした条件を満たせば、その役割を終えて解散するのかという点についても、引き続き検討を続けてまいりたいと存じます。本庄君。いや、ですから、そのどういう基準を満たせば機構の役割が終えたという判断の材料になるのかということを聞いているので、聞いたことを答弁されても困るんですね。やっぱこれきちっと詳細じゃなくてもですね、アウトラインぐらい示して、どういう状況になればこの機構の役割が終わるのかということはきちっと政府として整理すべきだと私は思います。でないと5年後またこの同じような議論が
ここで行われ、10年後も同じような議論が行われ、そして15年、20年となる可能性すらあると思います。まあ、結果として、民間資本、インフラ市場を育てていくというこの法の目的、機構の目的が達せられないまま、時間だけは過ぎていくと、こういうことになりかねないと思いますので、まあ、ぜひしっかりと検討していただきたいというふうに思います。次のテーマに移りたいと思いますが、この PFI 推進機構の財務についてお伺いしたいと思います。令和3年度の事業報告を見ますと、機構の経常利益 12.4 億円、当期純利益 8.6 億円、6年連続で単年度黒字ということで、まあ、一見結構な財務状況になっています。ただ、この事業報告書を見ますとですね、例えばこういう記載があります。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当機構が出融資を行った PFI 事業において、大きな影響を受けている事業もあり、約定に基づく支払い繰り延べの適用もあります。現状では事業継続に懸念はなく、当機構の出融資の回収見込みに重大な影響を及ぼすものであるとは想定していない。引き続きその影響について注視してまいりますということで、もしかすると出融資先の一部にですね、このコロナなどを原因に、焦げ付き、あるいは不良債権化しかねないものがあるのではないか、今のところは大丈夫だとしてもですね、いうことを匂わせるような記載があるんですが、この大きな影響を受けている事業というのは、具体的にどういう事業ですか、ご説明お願いします。委員長、岡田大臣。お答え申し上げます。機構では、利用料金を自らの収入として収受する PFI 事業を対象に金融支援等を行っております。まあ、そうした事業の中には、委員ご指摘のように、新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響を受けているものがあるのは事実であり、約定に基づき利払い繰り延べを適用している事業もございます。しかしながら各事業者の自助努力や国地方公共団体等の施設の管理者からの支援策によって現段階で事業継続に懸念のある案件はないと認識をいたしております。本庄君。大臣、質問に答えてほしいんですけれども、コロナの影響を受けて、支払い繰り延べの適用になっているような事業があると書いてあるので、どういう事業ですかということで説明を求めています。もう一度お願いします。委員長。岡田大臣。はい。この件については、PFI 事業の性質上、そうした事業者について、これを個別の名称を対外的に申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っております。本庄君。これおかしな話ですね。公的な資金がしっかり入ったこの機構の出融資先の状況について説明ができないというのはどういう理由でしょうか。岡田大臣。これは法的なその推進機構の出融資も入っているわけでございますけれども、やはり民間としてこの PFI 事業に参画している事業者のその経営状況について云々することは、これはその与える影響等を考えればふさわしくないと、このように判断しております。はい、本庄君。個別企業の経営状況を教えてくれとは言っていません。機構が出融資したその先の資金繰り返済についてどういう状況かと、支払いができないような状況になっているというふうに報告書に書いてあるから伺っているんですが、それも説明はできないということなんですか。岡田大臣。先ほどもご答弁申し上げます。先ほども申し上げたように、利払い繰り延べを適用している事業もございますが、各事業者の自助努力、また国、地方、公共団体等の施設の管理者からの支援策も
しっかりと講ずることによって、現段階で事業継続に懸念のある案件はないというのが私どもの判断でございます。本庄君。その判断が適切かどうかを判断しなきゃいけないので、説明を求めています。まあ、何度聞いてもお答えにならないんだと思いますので、これ以上は聞きませんが、まあ、そうなってくるとですね、やはり心配なのは、不良債権化のリスクですね。これ、機構のですね、出融資残高、今年の3月31日現在で800億円あります。今のところ問題ないということですが、将来のことまでは見通せないわけです。まあ、ところがですね、含み損とか含み益とか、この評価損益をきちっと調べて、公表するという仕組みに今、なっていません。ぜひこの企業会計の基準などをですね、導入するといったことを検討していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。委員長。岡田大臣。お答え申し上げます。国の支出がなされている PFI 推進機構による情報開示のあり方については、関係者との間における情報の適正な取り扱いに留意しつつ、支援対象事業の状況等について十分な情報開示に努め、国民に対して説明責任を果たすことが求められております。このため機構は事業報告の中で出融資を行った事業において、新型コロナウイルス感染症の影響により約定に基づく利払い食い延べの適用がある旨を公表しており、資金回収に与える影響も適切に情報開示しておることから、これは問題はない取り扱いをいたしておると考えております。本庄君。具体的に支払い繰り延べまでなっているような説明もできない、でも問題ないと言われても、はい、分かりましたとはやっぱりこれ言えないと思うんですね。企業に個人情報があることは、まあ一部には理解しますけども、これ下手したら国民負担に最後跳ね返ってくる問題ですから、きちっと説明をしていただきたいし、そのための判断材料、判断基準をですね、定義していただきたいと思います。かつて例えば道路公団というありました。大丈夫だ大丈夫だと言っていたけども、企業会計で照らしてみたら真っ赤化だったという先例もあるわけですから、しっかりと検討していただきたいと思いますが、大臣いかがですか。はい、岡田大臣。お答え申し上げます。先ほども申し上げましたが、機構が情報開示できる範囲は、機構と出融資先との守秘義務契約に左右されるため、個別案件ごとに異なります。このため一概にお答えすることは難しいんですが、十分な情報開示に努めるという考え方のもとで、機構による情報提供が充実したものとなるように、これは我々しっかりと指導監督していくということを、ここにお約束を申し上げたいと存じます。本庄君。出融資先に対して何を言っているかを聞いているのではなくて、国会や国民に対してどういう説明をしているかを聞いています。そのために今私申し上げたのは、企業会計基準のような評価損益や含み益、含み損ということも踏まえた財務の状況の報告ということをしっかりと検討していただきたいということを申し上げました。次のテーマに時間もありませんので、移りたいと思います。スポーツ施設と集会施設の明記についてなんですが、今回の法改正の中でですね、今までも PFI でやってきてるけれども、法律の中にきちっと書くということです。スポーツ施設として想定されているのは、スタジアム、アリーナ、私から見れば、もちろん公共がやってるところもありますけど、本来民間でやるべきできることではないのか、あるいは公民館、これも PFI ですけども、公共主体でですね、今まで作ってきた、これ、今後ですね、どういう場合に、どういう基準や理由で、公共や民間ではなく PFI としていくのか、この公共、民間、PFI の事業選択の判断基準について、ちょっと分かりやすくご説明いただきたいと思います。花房市長。公共施設等の整備等に関する事業を PFI 事業として実施するかどうかについては、
PFI の活用により、当該事業が効率的かつ効果的に実施できるか否かなどに基づき、地方公共団体等が判断することになります。なお、一般論でございますが、施設を民設民営で運営する、整備する場合にどういった指標を用いるかについては、これもコスト等を勘案し、民間事業者が判断することになると承知しております。本庄君。今回明記されるスポーツ施設とか集会施設というのは、これ、今までですと、例えば災害時にですね、避難所に指定されたりすることがあります。これ、PFI になったことによって、そういう災害時に避難所として使えなくなるというようなことがあってはいけないというふうに思うんですけれども、コンセッション事業者が拒否をしてしまうとかですね、こういったことが起こらないようにすべきだと思いますが、この点について大臣、ご答弁お願いします。岡田大臣。お答えいたします。ただいまご指摘のありました PFI 事業における災害時などの対応については契約等において規定することが通常であります。例えば例を挙げますと、横浜市のコンベンションセンターでは災害時など市が緊急に避難場所として施設を利用する必要があるときは、市の指示により優先して避難者等を受け入れることといたしております。また愛知県新体育館では、大規模災害が発生した際には帰宅困難者の一時滞在施設等の機能を果たすことを要求しております。このように契約書等に適切に定めることにより、 PFI 事業を活用した施設であっても災害等の場合の避難所として活用することも可能と認識をいたしております。本庄君。契約で取り交わせばそうなるのは当然だと思うんですね。問題はそういう契約になっているかどうかだと思います。これは国としてきちっと PFI を採択するときのですね、一つのガイドラインとしてですね、こういう災害時においての活用について契約の中に盛り込むべしという、そういうふうに持っていくべきだと思うんですが、いかがですか。岡田大臣。こうした契約等によって災害時の対応を定める際に、これが公の性格を帯びた施設であることに鑑みてですね、そうした契約を盛り込むように、これは私どもの方から働きかけてまいりたいと存じます。あるいは一定の基準を検討をさせていただきたいと思います。本庄君。ありがとうございます。今日初めて議論が噛み合ったと思いました。時間も限られてきましたので、もう一つちょっと提案したいことがあるんですが、PFI の対象にですね、商店街というのは入ってないんですね。少なくとも書かれておりません。PFI 法第2条第1項3号にはですね、地下街というのは出てくるんですが、商店街はありません。で、公共施設だけではなくて、公益的施設ということも対象にはなっています。これ、商店街というのは、町のにぎわいの中心となるわけで、特に地方においてはですね、公益的な役割も果たしているというふうに私は思います。ぜひですね、これ、今後の PFI 法の改正において、この商店街を追加をする、あるいは、これ、政令でもですね、準ずる施設として指定ができるということになってますので、商店街を PFI の対象にすることについて、ぜひ政府の中で検討してみていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。花房市長。PFI 法でございますが、商店街の場合ですと、その民間が管理する施設店舗等で構成する場合が多いというふうに考えられることから、公共施設等の整備等を目的とする PFI の事業としては、馴染みにくい面があるかと考えております。ただし、その商店街の中には、地方公共団体等が所有する施設が存在する場合には、当該施設の範囲において PFI の活用することは十分可能だと思いますので、そういったものの案件はしっかりと形成してまいりたいというふうに考えております。本庄君。私の質問をちゃんと聞いていただきたいんですが、公共施設だけじゃなくて、公益的施設についても対象になっています。これ、箱物だけじゃなくて、商店街というのは場であるわけですね。ここに対しても PFI の対象になるということを、ぜひ検討はしてみていただきたいというふうに思います。私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。
次に安倍